こんにちは、フェンマスパフォーマー K です。前回ですね、中国のノープさんからたくさん製品が届いたっていう動画が出ていると思うんですけれども、今回は入っていたノープシリーズのレビューをしていきたいと思います。で、2種類ね、製品が入ってたんですけれども、今回はこちらノープフィールド、こちらをレビューしていきたいと思います。もうこのパッケージの時点でめちゃくちゃテンションが上がるんですけど、まあ、回し心地、スペックとかも細かく見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。オッケー、それでは見ていきましょう。ノープフィールドですね。こちらが白軸で、で、こっちが黒軸。で、これがパープルエディション。まあ、限定版なのかな？紫のバージョンがありました。で、まずホワイトから見ていきましょうかね。開けていきましょう。こんな感じでございます。かっこいい！はい、じゃあまずパッケージね。フィールド。領域と書いてありますね。デザインフォーペンスピニング、ペン回しのために作られた道具です。もうあのノープエレメントからこのシリーズはもう筆記機能を排除して完全に専用の道具として作られてますね。裏面はこんな感じです。よし、じゃあ開けていこうか。まずじゃあこの水色かな、ブルー、開けていきます。はい、出ました。こんな感じでございます。パッと見でわかるのはノープエレメントより明らかに軸が太い。構造はね、近いんですけど明らかに軸太いですよね。フィールドの方がノープエレメントの時はこの軸が結構細いっていうんで、なんていうの、結構ねしなる感じがしたんですよね。それがこっちではどう変わっているかっていう感じですね。ちょっと回してみましょうか。おー、あ、いい。なんだろう、ノープエレメントよりね、かなり扱いやすいです。ノープエレメントって結構重みが両端にガッツリ入ってるんで、あんまりね、こう、小回りが効かせにくかったところがあったんですよね、正直。なんだけど、今回のこれはね、遠心力の強さがそこまで、こう、ガッツリしてないというか、すごいね、扱いやすい重さになってます。で、太さも結構あるんで、安定感がかなり上がってる。え、これいいな、めちゃくちゃいいわ。回しやすい。ノープエレメントはどっちかっていうとかなりね大技に特化したような感じの回し心地だなって感じてたんですけど、フィールドはねオールラウンダーにこなせる感じの回し心地してますね。で、これね好きな人多いと思う。で、このグリップの機構ね、ここに穴が開いてて引っかかることによってグリップが外れないようになってるんですね。なるほど。で、内側にウェイトが組み込まれてるような感じかな。これ取れるかな。そう簡単には取れないようになってると思うんだけど、とりあえずキャップ外してみようか。よいしょ。おー、はい、なるほど。で、こっち側も取れると。あー、そうなってんだ。ここが接合なんだね。接合パーツがさらに接合パーツでくっついてる的な、こういうパーツになってるんだ。このウェイトが何グラムなのか検証したいんだけどな。これ取れるかな。ちょっとやってみようか。はい、取れました。ここがウエイトだね。ネジ式でウエイトがついてる。すごい軽い。これほぼ重さないような感じだな。 1.0g ぐらい、ほぼね重さないです。これ感じない。多分このグリップだけでこの重さ分ができてるんじゃないか。これが 3g あるんで、多分このグリップで、ウエイトの役割になってるんじゃないかなという感じですね。で、このブリッジのところが変えられるってことは、ここがさらに取れると思うんだけど、取れない。ただすげえ硬いだけだと思うんだけど。おー、取れた取れた。おー。おー、なるほどね。すごい、なるほどね。これがこう噛み合って、くっつくようになってるんだ。あ、これがね、いろいろ変えられるって感じですかね。はい、という感じですね。ちょっとじゃあいろいろ測っていきましょうか。長さが、割と、ありそうですね。24.5 ぐらい。まあ、他改造ペンに比べると長いような気はしますけど、全然でもね、そんな違和感は感じないですね。やっぱり両端の重みがグリップだけで賄われてるからっていう感じなのかな。で、重さが 22.17g。意外とあるね。結構もっと軽い感じするんだけどね、回し心地的には。ボディにうまいこと配分されてるんですかね。
で、太さが 10.8 ですね。で、ノープエレメントの方が 9.5 なんで結構太くなってます。エンボスまではいかないけど、エンボスとスーパーチップスの間みたいな感じかな。この太さがあるからね、さらにこの安定感が、マシマシなんですよね。あ、こんな感じのスペックでございます。ちょっとじゃあ他の色も開けてみましょう。はい、こちらが白軸の4色ですね。こっちがグリーンなんで、さっき見てたやつはスカイブルーみたいな、水色みたいな感じかな。で、レッドとシルバーですね。いや、どれもかっこいいですね。じゃあ黒軸も開けていきましょう。はい、黒軸がこちらです。かっこいいな。白より結構原色に近い色合いになってますね。で、これが別で入ってたパープルエディションです。これかっこいいな。いや、パープルいいな。めちゃくちゃいいな。皆さん、どの色が好きでしょうか？やっぱ紫かっこいいな。白軸のね、この最初に見たこのスカイブルーも好き。やっぱなんか白の方が若干軽く感じますよね。多分重さ一緒だと思うんですけど、見た目の色で結構ね、回し心地って左右されるから、白の方がなんとなくふわふわ軽い感じがする気がする。あれ、これちょっと構造違う？あ、え？あー、ん？パーツは一緒なんだけど組まれ方が違うわ。白軸の元々の構造って、こういう順番だったんですよ。黒は、ブリッジ、ボディ、接合の、キャップだった。ここが互換性があるから、入れ替えられるんだ。これなんか変わんのかな、これ。じゃあ、これをちょっと構造を入れ替えてみようか。なんか色によってまた、回し心地がね、変わって感じると、白軸同士で、黒軸の構造にしてみよう。これが要はこっち側にもはまるってことでしょ。面白。へえ。そんなに変わんないと思う。若干この接合をこっちに置いた方が両端に重みがかかるような感じになる。本当にすごいわずかな違いなんですけど、この接合パーツを内側に使った方が真ん中にちょっと重みがあるような回し心地になりますね。だから1本で2種類の回し心地が味わえるっていうことですね。これはすごいわ。はい、ということでノープフィールドでした。いや、これね、マジでいい。めちゃくちゃいいですね、これ。前のノープエレメントの桜と藤色もかなり好きだったんですけど、これはね、もっと好きかもしんない。現状ちょっとね、日本ではなかなか手に入れにくいものになっちゃってるんですけど、ちょっとね、そこノープさんにも連絡して、うちでも取り扱えるようになるかもしれないんで、続報をお待ちください。ということで、次回はこちらのハイブエレメント。こちらのレビューもしていきたいと思います。ぜひ楽しみに待っておいてください。ということで、今回の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ケイプロデュースのペンマス専用ペンが登場。解説本も販売中です。詳しくは概要欄をチェック。